はい、生活習慣ってあるじゃんね。で、生活習慣ってさ、自分で作るしかないんだよね。で、例えばほら、健康管理もそうだけども、要するにさ、病気になるの別に人のせいじゃないからね。自分の管理能力が低いと、やっぱりね、具合悪くなったりするじゃん。で、例えばさ、人間食べるとね、太るんだよ。まあ、俺は少しね、後悔してて、で少しね、頑張ってさ、なるべくね、戻そうとしてるんだけど、なかったことにはならないんだよな。で、今ね、今朝のさ、テレビで、なんだっけ、あれ、テレビじゃない、ラジオか。で、ね、黒谷知事が言ってたけどさ、今ね、ほら、危険トラックとかあるでしょ。で、それで今ね、神奈川県内で二十何件もさ、今年だけでね、事故が起きてるわけ。ね、それってさ、今うちの会社ね、禁煙にしてるじゃん。推進してるよね。で、タバコ吸う人ってほとんどいないんですよ、うちの会社ね。でもね、タバコ吸う人って、大体ね、じゃあ危険ドラッグ吸ってる人って、タバコ吸ってる人がほとんど、100% ですよ。つまり、タバコ吸う人ってさ、大体ね、気の弱い人だよな、どっちかっていうと。やめれないんだから。で、やめれない人って、結局、例えば、ちょっとね、生活習慣が乱れてくるとさ、まあ、大麻に走ってみたり、麻薬に走ってみたりするわけだね。で、それはさ、生活習慣なんですよ。で、本当はね、正せばいいわけ、生活習慣ね。だけど、正さないと治らないんだ。で、仕事もそうだよね。例えば、朝起きられないから、午前中休んじゃえとかさ、ね、下手すりゃ休みしちゃうっていうね、いう人って生活習慣なんですよ、ずっと。で、それがね、だんだんね、こう、普通になってきちゃうわけ。で、実際ね、うちの会社でもね、どんなにね、偉くなってもさ、まあ、前回みたいに、要するに、生活習慣的にさ、おかしなことをしてても、平気になっちゃう人なわけ。そしたら、これはもうこれで終わりなわけ。要するに、社会人として終わりになっちゃうわけ。だから、うちの会社は終わりにしちゃうわけ。ということはやめてもらうわけ。で、それは当たり前だけども、要するにさ、その人の生活習慣が治らない人っているわけ。で、これ、まあ、酒もそうだな。まあ、僕もあんまり一言は言えないけども、例えばさ、ね、飲酒運転で事故やって、ね、それで、捕まっちゃったらさ、もうその時点で禁錮刑だよな。したら免許なくなるよね。でさ、それが起きてから気がついても、免許はなくなるわけ。ね。要するに、そうすると、その時点で社会人としてアウトなわけ。だから俺は今、ね、今ってなんか昔言ってたんじゃないよ、別にね。今はね、飲酒運転ってもう 100% しなくなったわけ。それは何かったら、会社が大きくなってくると、やっぱね、自分自身の生活習慣を変えなきゃいけないじゃん。で、あともう一つね、ほら、お金に困る人っているよな。で、その人間ね、例えばさ、まあ僕なんかもね、一応実業家だけども、要するに給料が決まってるわけだよな。で、その給料っていうのは、まあ、高いとか安いとかあるかもしれないけども、要するにその給料の範囲内でいろんなことをするわけだろ。で、それはもらった以上に使っちゃダメに決まってて、ところが世の中にはもらった以上に使っちゃう人いるわけ。そうするとどうなるかっていうと、お金足りなくなるじゃん。で、足りなくなるとどうするかっていうと、生活習慣を直せばいいのに、生活習慣直さないで、要するに、サラ金からお金つまんじゃったりさ、するじゃん。で、サラ金からお金つまっちゃうと、給料はそれほど上がらなかったりするし、こういう生活習慣の人っていうのは、進級もしないし、ね、要するに、会社の中でね、昇級もしないわな。昇級とか昇格しないよね。そうすると、逆に言うとさ、むしろ、所得が下がる可能性があるわけじゃん。そうすると、所得が下がるとどうなるかっていうと、会社のお金つまもうとするやつが出てくるわけ。ね、実際うちの会社にも、まあ、以前ね、出て、一人逮捕されてるやつもいるわけ。ね、で、それは何かったら、要するに生活習慣なんですよ。この人治らないの。だから、逆に言うと、その人をうちの会社の中にいてもしょうがないから、辞めてもらうわけ。で、それはもうリセットにならないんですよ。要するに、終わりなの。エンド。わかる？要するに、全てそうだね、お酒もそうだし、要するに、まあ、タバコもね、タバコは別にさ、あれじゃないけども、生活習慣直さなきゃダメですよ。ね、あとお金ね、あと女性関係もそうだ。ね、やっぱり、やっぱりそういう中でね、例えば、一定のルールあるじゃん。で、それがある程度、何かこうね、問題が出た時には、それで終わりなわけ。だから、終わらさなきゃいけない。
ね、わかる？だからあのね、うちの会社の中でね、まあいろいろね、まあ間違いはないだろうけれども、要するに何かがあって分かった時にはそれで終わりですからってことね。それがルールで、あの今社内の中でね、まあいろんなさ、そのルール決めをしましょうっていうね、動きがあるわけで、俺一回ね、そのもうルール決めてるわけですよ。うちの会社の中に社内規定とかあるね。でこれ各社みんなこれからね、社内規定っていうのができるけど、それの中にね、いろんなことを入れても意味がないわけ。なんでかっていうと、日本はね、法治国家だからね、要するに刑事、刑事と民事ね、あって民法ってものがあるよね。で宅建業法があるね。で特別法があるよね。でいろんなさ、そう法律にあって、でそれをね、社会と照らし合わすっていうのが、要するに人として照らし合わすわけだから、違法があればそれはその時点で終わりなわけ。わかる？だからか、ね、例えばね、まあ話を聞いてみるとね、会社の中でコツコツさ、ちょっとずつなんかお金をごまかしてたら、気がついてみたらね、要するにそこそこなお金になって気がつかれるよね。気がつかれたらごめんなさいって済まないんですよ。これでこの人の人生終わりだからね。そうするとどうなるかっていうと、刑事事件になるか、そのお金を返すかね、の中で、話し合いをして返すのは返すにしても、この人は他で生きられないからね。なんでかって言ったら、要するにうちの会社で犯罪があったとしたらそれで終わりなわけじゃん、ね。結構みんな知られてないけどさ、辞めた人のね、問い合わせってうちに来るんですよ、ちゃんと。そうするとね、まあかわいそうだなっていう時はね、言わないようにしてあげてるけども、要するにやっぱりさ、社会的にね、問題のある人についてはちゃんと教えてあげないと、要するに逆に言うと問い合わせあってさ、教えてあげなかったらその会社はまた不幸になるわけじゃん。だからそういうことがね、社会のルールの中にあるわけだから、ぜひね、いろんなね、ことがあるんだけども、例えばさ、人間ってね、酔う時あるわけ。なんか仕事が調子いいとかなんかの時にね、酔ってるよね。でいろんなことするよね。でもさ、蓋開けてみたら、あ、法律と照らし合わせたらダメだよねって言った時は、これで終わりなんだこの人で、酔いが覚めた時に、あ、やべえなってなるわけじゃん、っていうことが要するに世の中にいっぱいあるわけね。だからこれはね、例えばさ、ね、このくらいだったら許容範囲だな、このくらいだったら許容範囲だな、言う人いるんだけど、それ許容範囲ってある程度超えてたら終わりだからねってこと。アウト。わかる？お金もそう。ね、要するに、ね、うちの場合は、ね、給料があるわな。で、ボーナスもあるね。まあ、今回特別ボーナスもあるね。で、その中でお金って決まってるわけ。で、みんな知らないかもしれないけど、僕ボーナスないんだよ。うん、役員ってボーナスないんでしょ。ね、だから固定給なの、ね。だから、逆に言うと頑張っても頑張らなくても給料一緒なわけ、ね。だけど、逆に言うとね、頑張らないと翌年の給料を昇給しないわけ、僕の場合はね。だから頑張って昇給するよな。でそれが積み重なって、要するに事業がどん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 、要するにはかどるようになって、稼いでるから稼げるわけ、ね。だけど稼げなかったら稼げないわけでね。生活習慣で稼ぐ能力のない人、これは稼げないんだな。なんでかって言ったら、生活習慣が稼ごうという意識がないからなわけ。だからサラリーマン工事の人っていうのはほとんどが稼ぐ能力ないよね。でそれはうちの会社に来たら、ね、直してもらわなきゃダメなわけ、ね。要するに一つのことをやる、ね、その中で、ね、仕事を進める。でその中で当然だけど経済活動やってるわけね。で自分のコストを考えられない人っているよね。例えば今月売上ゼロです、来月売上ゼロです、時間給あんたいくらですかっていうことね。要するに大体ね、税金とか含めるとね、要するに自分の所得の3倍がペイラインだからね、年収500万の人は1500万円が自分のコストなわけね。っていうことは1500万とか300日で割るとね、いくら、時給5万円ぐらいになるのかでしょ。300で割ったらいくら、355、そうだな、2等5万だよね。あ、ごめん、2等5万円ですよ。だから1日5万円のコストがかかってるって意識持たなきゃダメなわけで、僕なんかはね、営業の仕事やってる時に常にね、ね、自分の所得が上がった場合はそれに基づいて事業計画立てるわけだ。よくね、うちの中で会社でさ、ね、目標いくらでしょうって言われて、でその目標設定でね、達成したらさ、達成した気になってるけども、この人は逆に言うとこのね、要するに達成して喜んでる人はこれ以上給料上がらないってことなんですよ。これ以上昇給しないってことになっちゃうわけだから、普通はね、要するに今年これくらいいったら来年このくらいいこう、再来年このくらいいこう、ね、それがだんだんね、要するに所得についてくるわけでしょってことね。でそこね、すごく大事なことなんだけども、僕はね、ルールっていうのは実はね、
自分で決めることなんだよ、ね、だから、ある意味で要するにね、まず自分なりの要するに生活習慣というものを、まあ、一つね見直すことが大事で、あともう一つは法律を照らし合わせるって能力を持たなきゃダメってことね、書いてあるよね、法律を照らし合わせって、ね、でそれは法律を照らし合わせてどうなのっていうことが重要なことなわけで、あともう一つはね、自分はさ、ね、だんだんこうね、上に行けば行くほど管理されなくなってくるんだよな、管理職だから、ね、管理する側になると管理されなくなるんですよ。で管理されなくなったら管理する能力がついてればいいんだけど、逆に言うと自分についての管理能力が欠落した人は残念だけど、要するにね、リーダーにはなれないってことね。だから僕は今ね、毎日の行動っていうのを全部細胞図に書いてるでしょ、ね、それは何かって言ったらさ、私生活も全部書いてありますよ。今日何します、あれ何します、休みの日もやってる、まあ、ほとんど今休みの日でも仕事を入れてくれる人がいるから、ね、仕事してるけどさ、その間にね、空いてる時に、まあ、じゃあ何しようかこれしようかってことを考えて行動してるわけ。でそれは何かって言ったら、要するにさ、自分自身をね、自分が管理する能力を持ってるわけ、ね、だから大事なことはそこだよってこと、ね、要するに自分の行動をね、要するに自分どっかの自分が見てて恥ずかしくない生き方をしているかどうかってこと、で要するに自分が自分と照らし合わせてどうなのってこと、要するに世の中にいる自分ってものがいて、で気持ちの中にはね、いろんなことあるわな、だけど要するにその時に第三者的な自分がいた時に、あ、そんなことしたらまずいなってと思ったら、あ、しょうがない、今日はタクシー使おうかなとか代行使おうかなとかね、あるわな、そういうことでね、要するに自分に対してのそのね、行動管理を自分ができる能力を持たないとダメなんだよってこと。だからね、人はね、肩書きでね、だんだん人がね、ついてくるように思ってるけども違うんですよ。ね、それはね、周りの人はみんな見てるから、ね、だから逆に言うと、要するに周りが認められないと自分は認められないんですよってこと、ね、でその中でやっていいことやって悪いことがあるから、まあ、そこはね、きちっと自分なりに襟を正すことが大事ですよってことね。まあ、ぜひね、ね、社員がだんだん増えてくるとさ、いちいちそれね、ね、なんていうな、ルールブックみたいなのね、一応あるわな、分配の方法、ね、行動の規範、いろんなことはね、決まってるけども、要するに全部をね、決めることできないから。で全部決めて、じゃあこうしましょうって言った時に成果は絶対出ないんですよ。なんでかっていうと、やる気がなくなるから、ね、だから大事なことは自分自身がやる気が出るような行動を取ることね。あともう一つね、健康管理ちゃんとやりましょうよってこと、ね、大体ね、土曜日に休む人多いね、日曜日に休む人多いんですよ。でそれは何かって言ったら、ね、要するにいろんな事情あるかもしれないけど、その日に気がね、抜けるんだ、うん、なんかいろんなことあると気が抜けるわけだから、休んじゃおうってことになっちゃうじゃん。でそれって、ね、誰が見ても、ね、いやちょっとおかしいなって思われたらそれはおかしいんですよ。だからそこは気をつけないとダメだよってこと、ね、物事、ね、自分自身を要するにさ、健康管理しましょうよで風邪だったら風邪ひかないようになるべく、ね、努力するとかね、しないとダメだよってこと、ね、ぜひそういうの意識持ってやってください。お願いします。以上。